い、どうもショータイムゴルフです。今回は茨城県にある太平洋クラブミノリコースにやってきました。今回のゲストは初めまして、翔成です。で、猪川翔成プロです。猪川プロもテルキと同じように QT サードまで行ってますんで、みんな応援してください。で、今回はこの2人と回っていきたいと思います。お久しぶりです。久しぶりの勝也です。久しぶりです。なんか、はい、ゴルフ、俺と勝也大輔のラウンド以来ぶりなんで、一般的月1ゴルファー勝也です。やる気しかないですね。今日はね、すげえ調子いい。いいんだ。うん、3ヶ月ぶりだけど、すげえ調子、レンジでね、8番アイアン120ヤードくらいしか飛ばねえ。ドライバーも右しか行かないけど、まあ本番には強い方なんで、うん、今日は頑張ります。はい、頑張りましょう。今回の対戦なんですけど、勝也がなんか調子いいんで、ハンデ14個あげます。調子いいんで、戻す。いいですか、そんなに。で、俺と翔成はガチガチンコで、はい、お願いします。で、やっていきたいと思います。はい、お願いします。420ヤードミドル。ナイス。さすが。まあいいよ、しょうがないな。俺もしょうがないな。ちょっと練習したいので緊張してます。ナイス。全然問題ないじゃないですか、練習しなくても。いや、1球目大事だからね。はい、勝也さんのすごい大事。10番ティーショットです。お願いします。お願いします。ちょっと右。あ、全然だ、全然。はい、勝也203ヤード2番アイアンでピンはここにあります。どこどこ。これです。左手前。いやいやいや、全然いいよ。ナイスです。148ヤード、8番アイアンですね。ああ、ちょっと左。左のデカめ。 OK、翔成も148、8番アイアンです。あー、ちょっと右抜けか、でもいいんじゃね。めっちゃいいんじゃね。あ、やべやべやべ、全然違うとこ取ってた。全然違うとこ取ってた。勝也さん、グリーン周りからサードショット、56度でちょっとマウンド。久しぶりだ。ちょっとマウンド越えなので難しいですね。さあ、翔太見とけ。仲いいなぁ。あ、意外と、でも意外と。おお、手前3メートルぐらい。さあ、サードショット、56度で。おお、さすが。あれ、でも早い。奥2メートルぐらいです。パーパット切れない。早いね。ワンワンいった。はい、ショートさんパーパット。
スライスかな。うまい。さあ、翔成くん、伊藤くんと同級生です。浅草にいるの。伊藤くんとの違いを見せつけられるか。ちょっと待ったらかよ。ナイスボディー。今日の朝はゴルフ場で1万2000円で買ったパターで沈めました。これはしっかり沈めます。さあ、勝也くん、ボギーパット。ナイス。危ない危ない。いや、ボギー間違えた。2番、533ヤードパー5。そう、10番。これ、ね、右ドッグレッグでフェアウェイ左に置かないと2打目が普通を狙えない感じですね。バンカー、正面バンカー狙いかな。バンカー狙い、ちょっとフェードで、フェード狙い。あ、ズーミングめっちゃうまくね、お前。バンカーの先だな。ズーミングめっちゃうまくね。プロだから。右のバンカーどこ行っちゃう。右のバンカーの越えたとこ。翔太さん、フェードで。だそうです。おお、これは、あー、これはやばい。これは右の勝也さんが勝也さんが入っちゃう。右のこの林の方向に行きましたね。これはスネークで。ちょっと球追えなくなるんでやめてください。正面のバンカーからスネークで。はい、 OK です。おお、一番いいとこ、あの赤いモミジのとこですね。275。お前どっちからでも取られないんだよ。275、2番。どこ行ったの？手前？うん、うん、グリーンはこの山の向こう側です。山というか林の向こう側です。5番ウッドで。はい、2435番ウッドで林越え。林越えで通音狙いです。活躍が解けます。これ取れてるから、広角で取れてるから。おお、すごいいい感じでこの林を抜けていきます。うん、多分ナイスです。勝也さんが GoPro をセットします。4だよ。4番やね、225。4番や。ちょっとショートめのクラブで。おっと、これはちょっと、ああ、木に当たってこの辺に来ました。ピンチですね。ナイスか。はい、勝也さんのサードショット、108ヤードですね。ピンはこの木の裏にあります。もう高い木を越えられるか。絶対無理じゃないですか。これグリーン左手前ですね。ちょっとこのマウンドの裏に。1番やん。はい、90ヤード。8番、あー、90ヤード8番アイアンで翔太さんも金がちょっと狙えません。技をグリーン奥に乗りましたね。勝也4打目。
56度。すげえ、全然ダメ。ちょっとビビった。やばいな、中心必要だな。小生、グリーン手前56度。登ってるんだ、転がすね。はい、うまっ、うまっ、オッケー、すげえわ。今日負けてらんないんで。ナイス。ありがとうございます。ショートさん、10m ぐらいのバーディーパットですね。ちょっと段を下らないといけないので難しいかな。いや、どうよこれ。いやー、ちょっと弱いですね。3m ぐらいなかったかな。だいぶ残しました。ちょっと残っちゃったな。皆さん、パーパット上りのスライスですね。切れるか。いや、全然弱い。やばい。ちょ、先輩方ビビってらっしゃるのかわかんないですけど、ちょっと弱いですね。翔太さん、パーパット。左のスライス。うわ、切れなかった。全く切れんじゃん。なかなか俺の番が回ってこないですね。はい、参考にします。優しい先輩。あー、すいません、お先です。はい、小生バーディーパット、ナイス。おはようございます。連続バーディーです。いや、朝からいいわ。翔太、ボギーパット。朝から調子いいです。めっちゃ調子いい。あ、いい感じです。バーディーバーディー。ふざけんな。朝買った1万2000円のパターが調子いいです。何ですか？なんもねえ。何ですか？なんでジャックがさ。まっすぐじゃない。どうしても取りたいですね。絶対どっかは入れさせる。そう、入れたい。それは入れたいですね。さっきあれですよ、朝早朝いきなり勝也さんが、うん、いい出会い系のアプリあるよ。お前それカットだろ。それカットだろ。お前これは消すわ。勝也さんがそう、ティンダ、これそう、ティンバ、そう、ティンダ、ティンダ、そう、おすすめだよ。ティンダ、ティンダ。いや、俺やったことないんだよ、本当に。紹介してくれました、本当に。やったことあるから紹介したいんでしょ。しっかり朝登録してきたんで、女の子誰か送って、なんかじゃあ、うん、そう、翔太は、翔生は、そう、純粋な、そう、超純粋なんですよ。彼女いるんじゃないの。いないですよ、6年いなくて、この前3ヶ月ぐらい付き合ったんですけど、うん、ちょ、好きじゃなくなって別れちゃいました。集中です。ひどい男だね。やっぱひどいわ。好きじゃなくなったから別れた。いや、別れるでしょ、好きじゃなかったら別れるよ。分からないわ、俺はすぐ一途だから。絶対そんなことしない。まあそうっすね、勝也さん超一途だから。次頑張ろうぜ。そう、次頑張ろう。うん、ピン右奥なの。小林です。左手前に来て、ピンまで189ヤード、5番アイアン。センター狙い。センター狙い。了解です。おお。ちょっと逆光で見えないかな。狙い通り、センター。6番で。189ヤード。ドローで行くのかな。ドローで行くそうです。右ピンに対してドローなんで、ちょっと分厚い音が。手前のバンカーですかね。勝谷さん、4番アイアンです。189ヤード。右奥なの。右奥ですね。左狙いで
うん、こっちさんもちょっと弱い、だいぶ弱いね。どこっすか？バンカー右の、あ、左の、あ、右右右、あ、右の、お、右のバンカーですね。はいはい、60で振り回りからアプローチ。お、ちょっと高めの、あ、短い。カズさん、何番ですか？56で、今のを見て56で打ちますね。お、これはいい感じ。ナイスです。パーパット、ちょっとフックかな。あ、ちょっと左に引っかかって、調子悪くない？いい感じ。はい、小生バーディーパットです。引っかかれた。うわ、いや、いい攻めだ。ナイス攻め。かっちゃんバーディーパット。これ何？あ、バーディーじゃない、パーだ。おー、ナイス、ナイスパー。あざっす。翔太のパット、ナイス。結構光が入ってかっこいい感じになってます。パーパット、オッケー、ナイス出だし。この動画を見て、いいと思ってくれた方は、高評価と、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。